Dude, that father is 天然パーマ。皆さんこんばんは。父ちゃんは天然パーマです。アオイです。今夜私たちはメインブラックを見ています。小鳥さん、今夜泊まるところはどこだ？忘れちゃった。千葉県一の宮。あ、そっか。さあ、じゃあ今夜は映画を見ながら。よいご。いいよ。よいご。わずか1時間半のドライブで今夜も一宮に到着しました。まだだからメインブラックの映画が終わってません。ちょっとまずはね、映画鑑賞会からしましょう。お疲れちゃーん。チビたちは寝てます。さて、おつまみ食べようかな。じゃあ去年の夏は夏休み初日からトラブルとかね、バタバタな夏休みでしたけども、今年の夏もまたいい旅がしたいですね。そうですね。今年やりたいこと盛りだくさんだね。でもやれる時にやってこないとさ。そうだね。来年同じことをできて続けてられてるかどうかはわからないからさ、今やりたいと思った時にやれるんだったらやらないといけない。で、うちは幸い家族みんなが同じ方向にベクトルを向けてやりたいっていうところが合致してる。これが旅なんだよね。車旅全員で楽しめてるじゃない。だからそうだね。こんな最高の遊びないよ。九州の旅はさ、あの旅はすごく良かったんだけども、やっぱり反省点があるとしたら、とにかく移動ばかりをしてしまった旅だったの。ちょっとそこがね、俺の誤算が大きすぎたな。ドライブばっかりしてしまったね。仕方がない。というわけで、私たち家族、今年の夏休みはもうすでに予約済み。予約済み。もうフェリー等々はすでに予約済みです。まだ6月、今日は22日の時点ですが、おはようございます。今日の波はこんな感じです。じゃあ左の方かな、やるとしたら。おはようございます。あ、撮ってる。小鳥、おいよ。あおい、おはよう。起ろう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 。よし、海入るぞ。父ちゃん、海入ってきます。皆さん、今日は先週買ったニューボード、じゃがじゃーん、ニューボードで、あ、父ちゃん、挑戦したいと思います。 Here we go!
チ行くぞランチ行くぞ。今日の私のサーフボードレビュー、リブテックのサーフボードって全く新素材なんだよね、うん、壊れないやつでしょ。そう、もうなんかおかしいぐらいに壊れない板らしくて、うん、だからなんかフォルムはサーフィンのボードだけども中身は全く新しいやつですみたいな。でなんか癖があるって言われたんだよね、あのお店の人にも。でも父ちゃんの名言シリーズ、サーフボードと女性は癖がある方がいい、サーフボードと女性は癖がある方がいい。マニアですね。そうですね、かなりエキスパートじゃないと難しいと思います。今日のランチは久々の小豚、本日はカニクリームコロッケだそうですよ。久々、チキンニンニクいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったね。青、お前顔にナポリタンがついてますよ。小豚でした。ごちそうさまでした。次に来たところはどこでしょう。じゃんじゃじゃんじゃじゃーん、コンバックタイト、コンバックタイトに来ました。工事中なんでちょっとこっち入らない。庭を見てよ庭、やばーい、無限に広がる田園風景、すごい、やばい、めっちゃ広い、空が広い。ユー、小鳥、再会のハグはしないの？じゃあ、あれパンしようぜ、再会のパン。へいへいへい、小鳥も。イエー。パン。イエー。はい、小鳥と。イエー。青い、なんか取れた？よし、行け。行けるだろう。行けよ。せーの。よし、行け、ユー。イエス、ナイス、イエス、やったー。おーよーし、大冒険、ユウと葵の大冒険。はい、ここ一周ぐる、レッツゴー、早く行け。あ、タヌキだ、タヌキ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 、デンデン、近づいてけ、近づいてけ。はい、じゃあ、ゆう、はい、パン、グー、パラララチャラララよし、行きます、イエイイエイイエイ、気をつけて、はい、バイバイ、熊谷系、気をつけて、はい、またねー、まー行こう、まーい。じゃん、今週の車中泊サーフトリップはこれでおしまいです。今回の車中泊旅も金曜日の夜出発して土曜日をまるっと一日遊ぶというスケジュールの車中泊サーフィントリップです。これ今日土曜日一日をもうフルマックス遊べて、明日まるっと一日日曜日が家のことに時間をかけることができるっていう、一番バランスよく効率よく最大限に週末を遊ぶ遊び方だと思ってます。あの、ぜひお試しあれ。 Dude, that father is 10 men permed